頑張って動画撮影してますよ、編集してますよ、で投稿ももう気合い入れていけって言って、おで、お嘘でしょっていう完成じゃあ見せますこんな感じです。かわいい。人がパソコンを見て、うんうん、あのコピペしました。本当だ、コピペだ。え、これどこも書き換えてないコピペですか？ずっとコピペ同じ、あの、え、これ本当は違うのにしようと思ったんですか？時間が経つようなものにしたかったんだけど、うん、時間が経ったような、あ、まあネモネード、ネモネードの量が減ってるようなものを入れたかった、はいはい、あ、時間経過。でもこれでも十分分かりやすいし、あ、よかった、早いですね。引き込まれてる感じがするんで、あ、そう、めっちゃいいと思う。目のアップと動画の、はい、まあいいね、これほとんど見えないと思うんですけど、これが、はい、手のはず。はい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 。いいねとグッド。そうそうそう、バッドとグッドのはずだったけど、いやー見えてないね。なんか不思議な数字が読めない。1234って書いてあるみたいな。1234。手のはずでした。これとこれだったんですね。うん、で多分順番は逆にした方が良かったかな。 YouTube の画面見てで目、まあどっちのがいいか難しい。で最後に、まあ、ある程度本当はその土下座じゃないけど、そのなんかこういうのは描きたかった。でもめっちゃ難しいやつ。そう難しい。頑張りました。いいねが低い。いや、これにいいねです。素晴らしいです。ありがとうございます。では、山口静香さん、紹介してください。私も最初この一コマ目、とりあえず、なんか起承転結的に頑張ってるとこ出しとこうと思って、うん、頑張って動画撮影してますよ、編集してますよ、で投稿ももう気合い入れていけって言って、おー、投稿しました。で時間経過、私ここので表現して、ちょっと待って待って待って、その最初のコマは本当は3つのパネル入ってるんだ。そうです、素晴らしい。まあ、それちょっと見づらいかな。うん、全然ちょっと SD キャラスタイル選んだし、わかりやすいですね。これね、色とか、まあ、あのトーンが入ればもうちょっとこういい感じでこう区切りがこう入ったかもしれないですけど、うんうんうん、なるほど、あ、そうね、仕上げまで間に合わなかったので3コマいるって感じですね。主人公が 3人分身です。うん、うん、ちょっとね見づらいかも。でなのにいいねが全然私なんか中途半端に5とか3とかにしようかなと思ったけど、0にしちゃった、何も考えず。あ、でもや、あの、私同じことを考えてました。1にしたらなんかそれは本当は嬉しい気持ちにもなるでしょう。そのいいねもらったことない人だったら、最初のいいねはとってもいいことですね。そうですよ。もう全然、というかもう1いいねでも本当はめちゃめちゃ嬉しいんですけどね。もちろんゼロしなきゃいけなかった。残念。じゃあ正解でしたね、ここは。正解正解。そういえば私のコツとして、バッドは4つ、いいねは2つ。あ、なそのつもりだったけど、なんか全然見えないよね。バッドの方が多くてショックですね、それは。で、まあ、嘘でしょっていう。完成レベルなんだ。すごい。目が血走りました。ポイントは目の血走りです。あ、そうね。血が。こう、おしゃれしてるのに、おしゃれしてる感じなのに、顔がやべえ顔してるっていうのがちょっと面白いポイント。なるほど。それもいいコツですね。その、ギャップがある方が、もっと感情が強く表現できますね。レディコミのなんかすごい強いところですかね。あ、そうですね。もうすごいきらびやかな服装を着といてショック受けてガーンってるっていう方が、まあなんかちょっと面白いかなって。そうなんだ。そう、私あのアクション系な漫画とか読んで、でもやっぱりずっと銃撃ったり車早く運転したり、なんか慣れてきちゃうよね。その雰囲気が慣れちゃって、うん、そのびっくりするためにもっとグロいところを入れないといけない。でもこういうなんか急に現れたらなんかショックになります。なんかコミカルなキャラクターに、なんか SD キャラクターに超リアルな顔
書くと同じなんかエフェクトですね。あこんな感じでした。では山口静香さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひみんな自分の同じシーンぜひ書いてみてください。でぜひあの静香のツイッターハンドルとドキドキのツイッターハンドル入れてぜひあの見せてください。ツイッターで見たいです。見たいです。同じシーンなんか どれにするのか、そのいいねが0になるのか2とか3とか、みんな どうするのか、どんな顔を描くのかとっても気になります。で山口静香さんは、まあ、YouTube も woman.excite とか漫画とかすごい描いてる漫画がいろんな場所にあるので、リンクは全部貼ってあります。ぜひチェックしてください。お願いします。あとは新人山口、あ、新人山口何回も言ってる、新人フォローかな、漫画家山口静香チャンネル、山口として新人漫画家山口静香チャンネル、ぜひ登録お願いします。動画見てください。最後に今日の書いた漫画のスタイル、この練り込みっていうのが、その今はい、あの連載中ですね。連載中です。デブス旦那と私です。素晴らしい。あの結構この今日書いた今日似たようなシーンがよくありますので、ぜひ読んでみてください、はい、あとはドキドキチャンネル登録お願いします。コメントください。じゃあバイバイ。バイバイ。